はい、畑のに来ました。サンド計を使って、チェックしていきたいと思います。上路の方に水を入れましたので、水でまずちょっと土を湿らせていきたいと思います。混ませて少し土を、あ、いいですね。土がすごく柔らかくていい土です。やっぱ耕した甲斐がありましたね。水を入れてあれですかね、土の中の酸性とかアルカリ性とかそういう成分を水に溶け込ませるんですかね。はい、これで準備ができました。これで少し時間を置いてから測っていきたいと思います。はい、ではそれではサンド計の方で測っていきたいと思います。こちらですね、電源オンしまして入れてみたいと思います。見えますか？4.1 ですかね。 4.1 ってことはかなり酸性ですね。じゃあもう一箇所測ってみたいと思います。4.5 ですね。今 4.5 から、まあ、5という感じですかね。まあ、間取って、pH5 をちょっと切ってるぐらいですね、平均値で。でこれがどのぐらいの位置かっていうのをもう一度再確認していきたいと思います。 pH の方はアルカリ性ではなく、酸性にちょっと寄っていまして、5前後ということですので、実際は、ね、6ぐらいを狙いたいと思います。ということで、アルカリ性の方のアルカリ性に振るために石灰の方を混ぜていきたいと思います。で今回購入したのが、ちょっと読めないんですけど、1平米あたり100から150、ここに書いてありますかね。読みますと、1平米あたり 150g ということでして、こちら2キロ入ってますので、まあ、2キロを使うわけにはいけませんので、だいたい一握りと言われてますね。いや、袋を開けていきたいと思います。ですね、まあ、これは粒状のやつですので、まあ、こんな感じで粒になってます。こんな感じですね、ではこちらを巻いていきたいと思います。まあ、一握りなのでこんな感じですかね。これで畑半分に石灰をまきました。じゃあ耕して混ぜていきたいと思いますが、肥料の方も一緒に混ぜていきたいと思います。あ、でもせっかくなんで全部いきますか。全部やりたいと思います。こういった肥料の方ですね、なんかいろいろ混ざってる肥料を買ってきましたので、こちらは全部入れて、混ぜて、いきたいと思います。こっちの紹介ですが、まあ、こんな感じで堆肥だったり牛糞だったりいろいろ入ってますね。ただ今ちょっと見たらなんですけど、1平米あたり14リットル、つまり1袋っていうことはちょっと足りないのかなっていう気がしてきました。まあ、今回はこれ一袋でちょっと半分、まあ、全体にしましょうかね。全体入れまして、あとはまあ追肥する形で
対応していこうかなと思います。じゃあ開けていきましょうか。袋から肥料を出して、今撒いています。クワもどうですか、手慣れたもんではないでしょうかと言いつつ、実は結構休憩してます。腰が痛くて痛くてですね、なかなか大変なんです。では最後に、今日は畝も作っていきたいと思います。どうでしょうか、なんか畑っぽくなってきましたね。この畝を作るといいですね。早く作物を植えたいですね。